はい、スパズでーすということで、まあなんていうかな、一応宇宙成立シリーズ第5部で終わったんですよね。ここからはまあ番外編ってことになりますけど、まあ私の喋ってることも正しいことばっかりじゃないし、私が間違って考えちゃってることは、間違って覚えてること、それから間違ってること、それから偏見のある部分もあると思いますね。そういうのはまあ色眼鏡で見てるところもあるので、そういうのはまあ捨ててもらってですね、本当に聞いている皆さんがこれはそうかなと思ったことだけ取ってもらえばいいんですけど、まあとにかく何て言うかな、まあやっぱり番外編としてはですね、一番まあやっぱり大きなことがいくつかありましたよ。精神的な部分で、秘密っちゃ秘密なんだけど、そういうこと知っちゃってね、っていうことがね、まあ、大体本が大体7割ぐらいかな、7、8割本で、あと2割ぐらいは人から聞いたこととか、本とネットが大体8割でも、ネットの部分は結構もうどうやら半分もないですよね。もう昔は宇宙のビッグバンの辺からずっとね、本買ってね、読んでね、分かりませんのに相対性理論とかやってましたけど、ちょっとそれはちょっと私数学的な部分弱いので、そうやめまして、です。ただ私がですね、思うのはやっぱりみんな本当はね、皆さんね、これ見てる人も実は答えは知ってると思うんですよ。ここの胸の奥で答えは分かってると思うんですよね。大体知ってて、それを確認したいから、まあ、動画見たりブログ見たり本読んだり、人に話聞いたり、まあ、秘密結社の方へ、ね、加入してこういろんな話聞いたりとか、ね、私の知ってる人で龍神系の龍神ってこの龍の神様拝むようになったところのね、ちょっとかじってる人がいたんで、やっぱその人はよく知ってましたもん。全然私が知らないことでも、当時あれ私が20代後半だったかな時に、その人の家休みに行ったら、まあ、龍神様のなんかそのこうやって見えた人が帰ってくところで、私がそこへ行ってですね、来い来いと言っておって、私はその方から話聞いたらね、知ってるか吉松君と、はいはい何でしょうかと、君は知らんかもしれないけども、実は人間は猿から進化はしていないよと。って高校で習ったことと実は違うじゃんかって、ダーウィンの進化論ね、猿が突然変異してちょっとずつちょっとずつ人間だったって、あれは間違ってたとかって、まあ、あれは実はその人に言わすと大嘘と言ってて、真っ赤な嘘というか、そんなことあるわけないないかと、考えに行ってみたらいいだろうと、あんなものが、猿が100万年経っても人間に進化するか、まあ、確かに猿の惑星っていう映画あったんですけど、あれだって、ね、ジェネシスとかああやって見ると、やっぱり、認知症の薬飲んだからっていう、ね、人間の猿が飲んだから蘇ったみたいな、知能がついたみたいな感じの説明になってましたけどね。まともにやってたら、そんな50万年、だから人間の今まで、原人から進化したのだけ50万年ぐらいか、長くて50万年、短いと10万年とか20万年の世界なんだけど、で、なったって、なるわけがないでしょ。ね、こんな宇宙船飛ばしたりとか、わけがないんですよね、実はね。そんなこと皆さん実は知ってるんですよ、おかしいなと。アポロの11号なんであんなとこ本当に月面行ったのかと、バーアレン帯っていうとんでもない地球を覆ってるその電磁波というか害がある生物で、そういうところを突き抜けて月まで行くってすごいことですよ。本当に行ったのかと、バーアレン帯通ってと。まあそれはまあ置いといて、この際はまあいずれにしてもね、とにかく進化論に対してはその方は非常に、あれは間違ってるところか、もう本当に非常にこう人間をはめるっていうかね、騙す、そういう詐術というか、
詐欺のテクニックみたいな感じのことを言ってましたよ。そうやってやっとけば、まあある意味ああいうのをあのこう受け入れる世界の方がいいんじゃないでしょうかね。神様はいないんだというようなこととか、実はその神様って実は宇宙人なんだよと、神様が宇宙人じゃなくて宇宙人が我こそは神であるという形で空中から降りてきたということなんですよね。そのこともああこうやってなっちゃって、なぜこうなっちゃうのか空中から降りると、それは、まあ、その方はそこまで言ってませんでしたけど、とにかくまず目を覚ませと。一番大事なのは人間は猿から進化していないよと。あとから私がちょっとなんか調べたら、キリンの首って、キリンの原型のキリンっていう首の短いやつがいるんですよ。それが長くなってね、木が高いもん長くなって順番順番に高いところの葉っぱ食べれるようになったっていう、そこまで200万年かかってるんですよ、キリンの首だけでね。だからキリン人間になるはずでしょ、10年とか10万年20万年で猿が人間になった。なぜチンパンジーはそれとチンパンジーは飲まないんだ、チンパン人間とかゴリラ人間に出てくるはずでしょ、知能によって変わらないじゃないですか、あの方たちは、まあ、もちろん知能はありますよ、そこそこ。だからおかしいと、これどうもおかしいと、まあその辺ですよね。その辺からまず出発を私はしました。皆さんはもうそれ以上の方がこれ見てる方が多いと思うので、私以上にもう気が付いている方が見えると思いますので、私の喋ってることは何だよこいつは幼稚なことをねとかって喋ってるあのんだというふうに思ってる方も見えると思いますけど、私の場合は今そこのレベルですよ。もうちょっと言いましたけど、そこからただそれも、まあ、なんていうのかな、っていう感じですよね。まあ、今回はちょっととてもなかったんですけど、あのまあとにかくあの学校小中高とかで教えているのは、まあ、間違ってることが本当多いんですよね。あの教科書に書いてあるからって何じゃそりゃと今思いますよ。書いてる人間は知らないんだから、あれは書いてる人間がわざと騙しを書いてるんだから、あもうダメに決まってるんですよ初めから。あれのバカ暗記から始まるっていう受験って何なんだと一体いう感じでございます。はい、まあちょっとね今回はこの辺で端折っときますけどね、また次回お会いしましょう。